僕らは5月に入ってよほど気温が上がってから畑で直まきすればいいんですが、大体は双葉が出た頃虫に食べられますね。それで2回目の発種をして、もうちょっと生え揃って、しかしそれでも虫にやられる場合がありますから、虫にやられる場合がありますから、3回目でやっと畝の上に苗が生え揃ったということが往々にしてあるものです。それで、このような何らかのポット、これはベルポットとかいうものですが、発種して虫の害を受けない環境で育苗しておいてから移植するというのも一つの手なんですね。直根性とはいえ、上手に丁寧に扱えば移植できますので、これはここに1、2、3、3粒まいたんですね。それからここも1、2、3と3粒まいたんです。ここも3粒まいたんですが、これはもう虫に食べられていますね。で、もう1本出てたんですが、これなんですが、このように発芽不良だったので、今引っこ抜いてみたら根がちゃんと出てないんですね。で、これも虫にやられていますから、これはダメですね。ここは三粒まきで1本しか残ってないですよね。ここは一番よく生え揃って、三粒とも元気に一番最初に出てきて、これは本葉本葉が出てきていますよね。これはまともに発芽したんですが、これとこれは遅れて出てきましたね。こういう口径20センチ程度のポットでそのまま育てようと思ったら、例えばこの、そうですね、本葉が出ているこれ1本残して、これ1本残して、これ1本残してと、3本立ちがせいぜいかと思いますね。他はスプーンとかで、水をやった後スプーンとかで上手に掘り上げれば移植も可能ですね。最近はオクラを密植栽培して柔らかい実を収穫するというのがちょっとトレンドになってきてるみたいですが、このポットでしたら、私だったらせいぜい3本でしょうね。他は他のポットに移すなり、畑に直植えするなり、直植え定植するなりということになるでしょうね。